にわー、外、とふくわー、うち、おはモーニン。節分の季節なので今日は恵方巻きを用意しました。去年も似たようなことしてるんだよな。というか、真実の恵方巻きって極太だから、あれ一気に食べきるの難しくないですか？ごくりんごくりん。黙るとアイデンティティを失ってしまうので、ここら辺にしておこう。大切に飲みたい。ちなみにミニ恵方巻きなら最近 TikTok で捉え済みです。海外で流行ってるらしいですね。でやってみて分かったことは、これ一人でやると虚しくなってしまうので、私には向いていないということでした。あ、こっちが本物の鬼でしたか。というわけで今日は節分にぴったりの夕飯を作ろうと思います。恵方巻きもいいんですけど、なんかあまりお酒飲むぞというねモチベにならないので、ストゼロ恵方巻きということにして。節分といったら豆だよな。ダイソーでマスも買ってきた。パクリ。おいしい。服はもう終わったわ。このまま肉食うぞ。カロリーを鬼の金棒のように振り回す準備はできています。えいやー。鬼って色によって属性があるらしく、調べによると赤鬼は欲望、青鬼は憎悪や怒りがあるそうです。青を選んだ私は何に対して怒りを抱いているんでしょうか。ジムにもう数ヶ月行かず募金状態になっている現状に対しての怒りだろうか。鬼殺しからのカロリーの爆弾。鬼殺し牛丼の完成だ。鬼もうちだし服もうち。いただきます。おいしい。鬼殺しという名の鬼エキスが入ったお肉の旨味成分、無限大インフィニティや。鬼滅風に言うと、鬼を食べたことにより、ここにも一匹の孤独な鬼が誕生してしまった。多分鬼って孤独ですよね。え、だって鬼ヶ島なんていう孤島に閉じ込められて、桃太郎とかいう桃から生まれた化け物によって退治されて滅ばされる運命にあるんですもん。私は桃鉄のような桃太郎と鬼が共存して一緒に楽しく遊べる世界を所望します。まああのゲームほど仲を引き裂くものもないんですけどね。ツイッターで鬼殺しの妄想解説を以前したんですけど、孤独は孤独を引き寄せているのかもしれない。ボリバリボリビア、まあ、そういえば鬼といえば鬼滅とか鬼嫁日記とか映画鬼が来たとかいろいろあると思うんですけど、私の中で鬼の作品といえばクリープハイプの鬼なんですよ。ミュージックビデオが過激で、家に帰ったら彼女の浮気現場を目撃してしまって、怒り狂う彼氏を彼女は思いっきり突き飛ばし、キレキレなダンスをね、突如現れた子供たちと一緒に踊り出すという、最初は曲がかっこよすぎて何も違和感なかったんですけど、よくよく考えると状況がカオスで笑ってしまう。もう一生のトラウマです、彼氏にとっては。余談で、その浮気彼氏役に私の好きなアーティストが出ていて、ボコボコに殴られるだけという、まあ、とにかくシュールなミュージックビデオの印象が強すぎて、鬼と言ったらね、もうこれが出てきます。クリープハイプ一択や。このビデオの監督脚本が、また私の邦画で一番好きなね、監督松井大吾だったのを知ったとき、こんなに映像に魅了されてたのはこの監督が作った作品だからかと納得しました。という鬼から始まる余談でした。昔小学生の時、なんかイベント、こういう式の行事に本当に興味がなかったんですけど、節分をね、やろうみたいな。節分って私の中では歯をね、抜けた歯を投げる文化だと思ってたんですよ。豆と同時に。なので、まあ、歯を持ってないとやばいなと思って、でも私抜けた歯って基本すぐ抜けた後どこに保管してるかわかんなくて、だからもう本当におばあちゃんに押さえつけてもらって、まあ、揺れてる歯がたまたまあったんで、ペンチで引っこ抜いてもらって、それを持ってね、まあ、一本しか抜けなかったわ、みたいなね、ちょっと大丈夫かな、みたいな感じで思いながら節分に行ったんですけど、そこで初めて歯は必要ないってことに気づいたっていう、小学生時代の思い出があります。どうでもいい話。黙って、ほうまき、飲み干します。ごぽ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 。今週手が真っ黒クロスケになった。たっけ、おいで。おしまい。本日もご視聴ありがとうございました。いやーこれね、なんか最近流行ってるクラブハウスっていう、コミュ力が高い人だけに特化したアプリがあって、私はね、そこで一人で誰とも話さずこの収録をするっていう回を送っております。ほんじゃ、バイバイ。